新しい糸を足そうと思います。まず長編みを途中まで編みます。糸を引っ掛けて一回糸を引いて、そしてもう一回糸を引いて、で最後糸を引き抜くときに新しい糸を引き抜きます。でちょっと糸を優しく引いて目を整えて、でこの糸端は一緒に編みくるんでいきます。新しい糸で編んでいきます。隣の目に針を入れて、これで新しい糸が足せました。あんまりここの糸端をギュッと絞ってしまうとここの目が潰れて次の段編む時に大変なので、ゆっくり引っ張ってください。そして数目編みくるんでいきます。そしたら糸をここでカットします。で、私はちょっと心配性なのでもうちょっと編みくるんでからカットしようと思います。通常は3つか4つ編んだら糸をカットする方が多いです。じゃあ、ここで糸をカットしたいと思います。これで糸が足すことができました。24段編んで、で帽子をかぶってみたらちょうどいい感じだったので、最後の2段は細編みで編もうと思います。じゃあ25段目細編みを編んでいきます。立ち上がりの鎖編み、そしてこちらによいしょ針を入れて細編み、で隣の目にも細編み、一つの目につき一つの細編みを編んで、ぐるっと一周編んでいきます。84目細編みが編めました。段を閉じていこうと思います。こちらが一番最初の細編みの頭なので、ここに針を入れて引き抜き編み、でもう一段同じように細編みをぐるっと一周編んでいきます。最後の細編み2段が編めたら糸を始末します。念のために鎖編みを1つ編んで、それから糸をカットします。こちらの裏側に針を通して、よいしょ、3目ぐらいかな、数目針を通したら糸をキワキワのところでカットします。これで完成しました。簡単に出来上がるので、ぜひ初心者さんの方もお揃いでトライしてみてください。ブログも書いていますので遊びに来てください。いつもご覧いただいてありがとうございます。